なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力願います。ああ、ご安心を。え、ああ、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手一杯でしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな。無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああ、どうしても八神を。なんだよ、やってられた。みんな、うるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼。
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？ああ、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこら。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あちお、あちおってか。この野郎、上等じゃねえか。Yeah!
終わったよ。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。させなって。悪かったよ。そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべやべ。
せえか。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこは入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ？あれ結構すんだからさ。お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？これは…あ、オッケー、見つけた。じゃあスマホ出せ。ハトの映像を送ってやる。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな、人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい。タボ、しくじんじゃねえぞ。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チ
ピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。なんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさね際が悪いよ、あんた。うぜえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。探偵って言ってたな。名前は。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっと訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった分かった。
いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。